お元気ですか？ビタースイートの長谷川萌実です。こぶしファクトリーの広瀬彩香です。アップフロントグループに所属するさまざまなアーティストの最新情報、ライブ映像、活動の裏側をお届けしていくこの番組アップカミ、今回の MC は私たち2人なのですが、まずは最近の私たちの活動についてお話しさせていただきます。私、長谷川萌実はビタースイートで活動中です。ビタースイートは7月にビタースイートサマーライブ2018シュワシュワと題して東京と大阪で2日間のワンマンライブを行います。夏を思いっきり感じられる公演にしていきたいなと思っておりますので、ぜひお越しください。はい、ちなみにですね、最近はとってももう暖かい日も増えて、すごい春らしくなってきたじゃないですか、そしたらもう私の好きな色とりどりなお花がね、街中にたくさん生えてて、で思わず写真撮っちゃうんですよ、綺麗だなと思って。そんな写真もインスタグラムに上げてたりとかするので、ぜひチェックしてもらえたらなと思います。私、広瀬彩香はこぶしファクトリーで活動しています。私たちこぶしファクトリーは最新シングル、これからだ明日天気になるが発売中です。またこぶしファクトリーライブツアー2018社員こぶし魂が先日始まりました。全国各地を回りますので、ぜひお越しいただけると嬉しいなと思います。ちなみに最近の私は結構花粉症がちょっと、そうなんです、結構花粉症持ってて、で鼻声で鼻詰まりとかでやられてるんですけど、スギ花粉が終わったと思ったら、もうそれに入れ替わるようにヒノキが来て、今年大変みたいですよ。ヒノキは何十倍、去年の何十倍っていう話も聞いたので、まだまだもうちょっと長い戦いになりそうだなっていうふうに頑張ろう思って頑張ります、はい、そんな中私が最近人狼ゲームにすごいハマっていて、楽しいなって思ってよくやってるんですけど、こぶしファクトリーはメンバーが5人なので、5人でやるとやっぱりすぐ終わっちゃうじゃないですか。人数がね、ちょっと10人ぐらいは欲しいなっていうふうに思って、オンラインの人狼ゲームにすごくハマっていて、全国の皆さんとこう対戦して、それがすごい楽しくて、役職もいろいろあるので楽しいなと思ってずっとやっています。という私たち2人ですが、以前もこのアプカミで MC を2人でね、したことがあって2回目ですね、よろしくお願いします。はい、ということで今回はまずこちらのテーマでお話ししてみたいなと思います、新たな始まり、はい、というテーマで話したいんですけれど、4月からね、新生活がスタートした方も多いと思いますが、広瀬ちゃんは何か新しくしてることとかありますか？そうですね、今からしたいことなんですけど、私、昨年度の3月にちょうど高校卒業して、今年から社会人ということで、今まで学校に使ってた時間とかもフリーになるので、私今すごいギターをやりたいなっていうふうに思ってて、すごい、中学校3年生ぐらいの頃にアコースティックギターを頑張って独学で練習してたんですけど、そうなんだ。そうなんです、挫折してしまったので。難しいよね、すごい難しくて挫折してしまったので、またやりたいなと思って、今度はエレキギターに挑戦してみたいなって、そっか、アコースティックギターからエレキギターに、ちょっとやってみたいなっていう、かっこいい、始めたいなって思ってます。いやー、そんな広瀬ちゃん見るのもすごい楽しみです頑張ります。すごい、はい、私長谷川はですね、4月2日で24歳になったので、ありがとうございます。また、こう今までも続けてきている作詞だったりとか作曲だったりとかも、いろんな方法で、ガレージバンドを使ったりとか、それこそギターだったりピアノだったり、いろんな楽器だったり、そういうツールを使って作っていけたらなと思っております。はい、ということでね、もうフレッシュな気持ちで、この春からいろいろなこと、皆さんも試していきたいなと思っている方もいるんじゃないでしょうか、私たちと一緒に頑張りましょうということで、それでは今回のアプカミスタートです。まずはアプカミオリジナルでお届けするハロープロジェクト20周年記念企画です。ハロープロジェクトメンバーと OG メンバーが複数回にわたって登場、さまざまな思いを語っていきます。今回はこちらの映像をご覧ください。
柳川ななみです。2018年はハロープロジェクトの誕生から20周年のアニバーサリーです。このコーナーではハロープロジェクトの現役メンバー、OG メンバーが様々な組み合わせで登場し、複数回にわたってスペシャルな座談会をお届けします。森哲咲です。よろしくお願いします。夏焼みやびです。よろしくお願いします。これにしよう。じゃん。グループの違いで驚いたこと、ルール、過ごし方、レッスン方法など。私は違いな。あ、でもこれはありますね。なんかお弁当を選ぶ順番がカントリーガールズは先輩からだったんですけど、あのジュースジュースは全部じゃんけんで決めるんです。じゃんけんで買った人からこう選んでいくっていう。楽しいねそれ。はい、楽しいんです。なんか楽しいんです。本当に給食のおかわりみたいなノリでみんな、あ、お弁当じゃんけんするよ、集まってって言って、いいねいいね。でもなんか最初はルールが違うので戸惑ったんですけど、うん、先輩が本当にじゃんけんは遠慮なしでっていう風に言ってくださって、こう新メンバー、私と丹波がるちゃんのことをすごい積極的に入れてくださったので、そこでもう今はお弁当じゃんけんには勝とうっていう風に自信を持って、ね、自信を持って勝負に挑めるようになりまして、あとはライブの回数がすごくジュースジュースは多いので、そこでも結構そのパフォーマンスとかに関しては割と自分の中でも意識とかもガラッと変わったんじゃないかなと思います。なるほど。はい。お弁当とかはもう年齢順っていうか、あ、その基準なんですけど、はい、モーニング娘。ってそういうイメージ、うん、そういうあの年齢序列に厳しいみたいなところはあるんですけど、ね、なんだろう。なんか昔からそういうイメージあるよね。先輩とか見てても、うんうん、あ、そうなんだな、先輩がもう上みたいな感じはすごいあるんですけど、うんうん、他に変わったこと、変わったことか、なんか楽屋の感じとか、あ、こうなんだモーニング娘。って思ったりとか。あ、なんかやっぱり人数が多い分、うん、そのグループができるっていうか、そのカントリーガールズの時はみんなでふざけるみたいな感じなんですけど、過ごし方がみんなそれぞれで、あの、そこは結構違うなって。楽屋にいても、うん、話すときは話すんですけど、話せないときの方が多くて、なんかやっぱりこれは人数が多いから なんのかなとは思いました ね、 そうね、うん、十何人もいてみんなで、ね、とかはできないもんね。みんな聖徳太子みたいな、えーみたいな、何いいんだよってなっちゃうもんね。うるさすぎちゃう。確かにそうです。そこは結構変わったかなって思います、ね。なるほどね。え、なんか私は、まあ、その面同期しかいないし、でももはずっと同じベリーズ工房にいて、マイリはキュートだけど、まあ、割と近い、同期だから同じ時間一緒にいること多かったから、みんなみたいに新鮮味は特にないみたいな、なんかですよね、ルールとかも変わってる、ルールとかも全然な い何にもない、だからなんかアイリとは結構、まあ、ベリーズとキュートでお仕事が違って、久々に会うと、あ、久々みたいな、でもスンってまた馴染むの早いから、なんかそんなにこう変わったこととかルールとかはなかったかな。はい。こっちにしよう。ケンニングループの中での思い出の楽曲。楽曲か。私はジェラシージェラシーですね。モーニング娘。は最近っていうか、結構ちょっと前から、はい、あのフォーメーションダンスっていうのをやっていて、こうフォーメーションでこうハートだったり、ハートを作ったりハテナを作ったり、こう動きをこう大人数で見せるっていうのをやっているんですけど、フォーメーションダンスをもうまずカントリーガールズの時にやっているわけもなく急に入って急にフォーメーションダンスに参加しますっていうことだったので、え、できるかなって不安もすごいあったんですけど、こうやっぱリハーサルしてみるとやっぱ思ったよりも難しくて、隣の人の感覚とかもつかめず、でもみんなはずっとやってきた曲だったり、もう慣れてきた曲っていう風な雰囲気でやってて、私だけ浮いちゃってたんですよすごく。でリハーサルの時とかも全然できなくて、本番直前まですごい何回も確認したんですけど、こう一人で確認してもっていう、そうだよね、あの感じで、みんなでやんないと感覚とかもなかなかつかめなくて、フォーメーションダンスはすごい大変だなって思ったのがやっぱりジェラシージェラシーだなっていう風に思いましたね。今ではだいぶいろんな曲もやって回数もやっ
てきて、こう慣れてきたはいるんですけど、最初はものすごく大変だったので思い出に残っています。え、なんかぶつかったりとかして喧嘩とかしないの？喧嘩にはならないんです。ちょっとどっちが前通るとか、はい、あ、ありますね。あるじゃん、はい、でさ、ちょっとぶつかるとさ、うん、今さみたいな、場所間違えたよねそういうのが多そうだから大変そうだなと思って。怒りはしないです、ただぶつかりはします。だよね、はい、急にやっぱ人数も多いと、あれいつもと違うって一瞬誰かが一人間違えただけでみんな詰まっちゃったり、ね、自分の行きたいところに行けなくなったりするので、うん、そこは常にもうめちゃくちゃ気を張ってぶつかんないようにしています。へー、大変私はでもやっぱりフィエスタフィエスタかなっていうふうに思います。なんかこうその7人体制になりますっていう風になって、初めてその皆さんにファンの方にお見せするっていう曲でもありましたし、そのジュースジュースに加入するって決まったもうその日ぐらいに、あ、これ新曲なので覚えてくださいっていう風にフィエスタフィエスタが渡されて、緊張はしたんですけど、あとはやっぱり相談室があったりとかして、あ、どうしようと思ったんですけど、なんかそこでバンっていう風に新しい表情をお見せしないとっていう風な、こうプレッシャーも感じていた反面、これからどうなっていくんだろうっていう期待とかもすごいその曲を歌っていた時にあったので、一番印象深いなっていうふうに思いますね。なるほど。私はやっぱり本当の自分っていう曲、デビュー曲なんですけど、なんかボーノはそのアニメの、はいはい、エンディングテーマだったので、なんかそのために作られたグループだったから、なんかこの曲がそのアニメとともに流れるんだと思ってすごい嬉しかったし、なんかこう衣装とかも今まで結構カラフルで可愛らしい衣装とかが多かったりとか、やっぱこうふわっとしてる衣装が多かったんだけど、なんかその時はボーノはこう黒っぽいアクセサリーだったりとか、結構なんかごっつい感じのロックテイストな衣装とか着てて、なんかそういうのもすごい新鮮だったなっていう思い出があって、やっぱなんかみんなやっぱボーノといえば本当の自分みたいな感じで言ってくれるのもすごく嬉しかったので、結構その曲は思い出深いかなっていうふうに思います。そう、なんかやっぱあの曲アニメのっていうことで、うちらのその衣装もアニメ そのメインの子の衣装にこう近寄せて、なんか近い感じでこう来てたから、なんか自分たちもちょっとこうアニメに出てるような気持ちで歌えてたっていうのもあって、そう、なんかすごい印象深い曲だなって思います。じゃあこれでじゃん。兼任することについて楽しみだったこと、不安だったこと。あ、楽しみだったことは、なんか3人だからボーノが、うん、はいはい、で今まで7人でいて、なんかすごい多い人数からぐっと人数が減ったから、なんかこう大きいステージとか立つときに見られる率が高くなるなって、はい、で、あ、なんかもっと私を見てくれるんだっていう楽しみ大事ですよね。そう、あ、なんか今まで7等分されてたこの目がこうぐってこう、そう、増えることがすごいちょっと嬉しくて、まあ、ただ不安だったことは、あ、歌割りが増えるし、そうですね、そう、なんかダンスして歌うって結構やっぱ息上がっちゃうから、はい、なんかこうそれがなんか途中で疲れたって見えないように休めないですよね。そう、休めないからもうどうしようみたいな、全然休めない、息続くかなみたいな、結構そういう不安はすごいあって、まあ、いい経験だったことももちろんいっぱいあったけど、なんかこういろいろ注意されることも増えたし、うん、なんか気にしなきゃいけないポイントが増えたこととかは、うん、大変だったなっていう、私はでも楽しみだったことは、純粋にこう、うん、カントリーガールズはすごく王道でなんか可愛いっていうイメージがあって、うん、それはもちろんすごい好きなんですけど、私も、うん、でもなんかこうまた違ったジャンルの曲が歌えるのかなっていうのはすごく楽しみで、うんうん、なんかそこによって自分の表現の幅とかも広げられたらいいなっていうのはすごく思いましたし、うん、でも不安はやっぱりその先輩方とかがたくさんいる中で、そのグループに馴染んでいけるのかなっていう、そうだよね、気持ちはすごいあったんですけど、でもなんかそういう心配なこととかもある中で、うん、
もうジュースジュースに移籍しますっていう風に決定した時に宮崎さんがあの何でも頼ってきてくれていいよっていう風に言ってくださって、こうすごくお優しいなと思ってそうメンバーに優しいの思ったんですよだからなんかその時にすごい安心 して、うん、なんか不安が解消されたなと思います。一気に私は楽しみだったことはやっぱりさっきもヤナミ言ったようになんか曲のジャンルとかが増えるだとか、あとダンスがすごくもともと好きだったので、うん、いろんなダンスを踊れるなっていうのはすごく嬉しかったんですけど、うんうん、楽しみだなって思ってたんですけど、それの反面その曲の数がものすごく多いので、確かにあの歴史も長いグループですし、うんうん、はい、しかも2017年 の9月がモーニング娘。が20周年のこう記念の年だったので、はい、そんな記念の年に急に私が入ってきて大丈夫なのかなとか思ったり、うん、あとはメンバーが急に十何人のグループに加入して、もともと人見知りっていう性格もあったので、これ仲良くなれるかなっていう不安とかもあったりして、なんかもういろんなことが不安に思ってましたね当時は、うん、加入が決まった時とかは。そうだよね、うん、なんかもともとあるグループに入っていくって、うん、私はその経験がないから、あ、はい、2人はそうじゃなかったじゃん、はいはい、急にポンっていう感じだったので、でも私だったら本当、うん、心が折れてしまうって思っちゃうから絶対大変だなって思っちゃうから、うん、なんかすごいなって、今すごい馴染んでてみんな仲いいから、すごいなって思う。自分のソロでのバースデーイベントとかの時も2色があって、そこは嬉しいなって思いました。でも分かる、ファンの方がちょっと気を使ってくださったのかなとか思ったりということで、今回はグループ兼任の経験者というテーマでの座談会でした。夏焼みやびさん、森戸千咲ちゃん、柳川七海ちゃん、それぞれの苦労だったり努力がお話しされていたエピソードからすごく伝わってきたんですけど、はい、私自身こうグループを兼任した経験っていうのはないんですけど、うん、あのアンジュルムさんとカントリーガールズさんを兼任されている船木結ちゃんとよくお話しさせてもらうことがあって、はい、そういう時にやっぱりルールとかも全然違うから、うん、最初はこう戸惑いもあったし、でもすごい楽しいこともたくさんあるっていう話をすごい聞いていたので、うん、今の話を聞いて、はい、やっぱり それぞれ大変なことだったりとか、うん、でもこう楽しいこととかもあるんだなっていうふうに思って、うん、私自身もこう勉強になったというか、うん、なんかこうお話聞いてて、やっぱり今までしてこなかったことっていうのが思い出の曲だったりとか、うん、印象に残ってるんだなと思って、で新しいグループに入ったことによって、こう新しい自分もこう見つけられる、そんないい機会になってるんじゃないかなと思いました。なんか皆さんやっぱり新しいグループやったりとかしてると、こういろいろイメージも、そうですね、見た目のイメージとかも、はい、オーラとかも変わってくるなと思って、ちょっとびっくりしましたね、今映像見てても。柳川七海ちゃんとかは、うん、本当に可愛いイメージだったんですけど、うん、ジェス10歳に入ってからすごい表情とかも大人っぽくなったなっていうふうに思うことが多かったので、うん、そういうふうに本当になんか印象が変わるのも本当にこう、うんね、ファンの方はなんか新しい魅力を見つけられて楽しみたいじゃないかなっていうふうに、本当ですね、思いながら見ていました、はい、ハロープロジェクト20周年記念企画、次回もどうぞお楽しみに。続いてはビタースイートの映像をご覧ください。
4月2日に恵比寿天窓スイッチで行った公演から祈ってるからをご覧いただきました。はい、ありがとうございます。映像にもありましたが、はい、この日は私のバースデーということで、ソロで初めてワンマンライブをさせていただきました。はい、ちなみにタイトルはですね、燃ゆる花火をあなたにというタイトルなんですけれども、はい、去年から引き続き燃ゆる花束をあなたにから花火をあなたにというですね、シリーズ化を、試してみてまして、はい、でですね、今回は、まあ、花火というタイトル、その花火にもかけて色とりどりな私の中でイメージの曲をセットリストに詰め込んだライブだったんですね。その結果、今のこの見てもらいたい私の選曲にしたら洋楽が半分を占めまして、カバー曲の洋楽が、はい、半分になってしまいまして、もうなんかね、なんていうのかな、やっぱり言葉の壁を越えて聴いてもらわなくちゃいけないので、結構こうプレッシャーとかもあったんですけど、すごく楽しいライブになって、また新しい私の一面が見れた、楽しかったよって言ってくれたファンの方もいらっしゃったりとかしてですね、本当に楽しかったです。でですね、この祈ってるからはですね、私が去年作詞作曲した曲でして、で遠く離れていってしまう友人のことを思ってアコギで作った曲になります。そういうライブ映像を見ていただきましたが、どうでしたか？はい、まず私すごい長谷川さんの高音がいつも綺麗で素敵だなっていうふうに思ってるんですけど、今回長谷川さんが作曲されて、はい、すごいなんかちょっと高めを歌うじゃないですか、高いですね。はい、それですごいこう綺麗な歌声が聞けて、やっぱり生バンドなのですごい生バンドいいなっていうふうに私も思ってたんですけど、何より、長谷川さんの黄色いワンピースがすごい似合うなっていうふうに思って、ありがとう、ちょっと見たりしました。いや本当なかなかね、ああいう鮮やかな色を着る機会がないので、でもバースデーで花火というタイトルにかけて、その衣装に1週間くらい歩き回って選びました。だからすごい言ってくれて嬉しかったです。ありがとうございます。はい、この日のソロライブでもすごくいろんなことを経験できました。7月に行うビタースイートのサマーライブ、さらに今後の活動にもどんどん生かしていきたいなと思います。続いてはこちらの映像をご覧ください。 OK、 じゃあチャンのバージョンでふるさとの夢という曲を聴いてください。電車の窓から見える山と川、ここが私の育った町、地元の駅まであと一駅だわ。なぜか緊張してきた。距離だ。
4月1日にパシフィコ横浜で行われた里山里海スペシャルライブからふるさとの夢をご覧いただきました。中島拓衣さんとエリック福崎さんによるスペシャルなセッションでしたね、はいはい、ふるさとの夢は上石中香菜さんのシングルですけれども、はいはい、今回はアコースティックなアレンジで、はい、はい、全然なんかこうイメージとかも変わりますね。どうでしたか？そうですね、この里山里海以降のイベントに私たちも参加させてもらってたんですけど、うん、はい、あの舞台裏というかバックヤードからこの歌声が聞こえてきたのを今思い出して、その時にこれ誰が歌ってんのっていう風に、こぶしファクトリーのその場所にいたメンバーの中で本当に綺麗な歌声すぎてどよめきが起こったのを覚えてて、それでその後にエリックさんと拓衣さんだっていう話になって、さすがだねっていうお話をしたのを覚えてて、今こうやって映像で改めて見ても本当にかっこいいなっていうふうに思って、なんかハモリとかもこう入っててアレンジしてあるのが本当にこうかっこいいなっていうふうに思いました。本当ですね、このハーモニーは本当に聞き入っちゃいましたね、はい。里山里海栄光は今年の10月、そして2019年の3月にも開催が決定しております。今後の最新情報は里山ムーブメントのオフィシャルサイトをご確認ください。続いてはチーム負けん気の映像をご覧ください。
盛りだくさんだったので、もうなんか研修生時代並みに頭をフル回転でやってたのめっちゃメモもしてね、覚えましたね。そうで、こうチーム負けん気の復活って言ったらあれですけど、はい、久々に、すっごい久々にライブやらせてもらって、うん、あの国外、タイで復活させてもらってたんですけど、そこから2年半でやっと日本、はい、国内に、はい、あの日本凱旋ライブでございます。はい、できました。ありがとうございます。ありがとうございました。本当に盛り上がった。ね。すごい久々だったのに、全然久々っていう感じがしなくて、リハーサルから。またね、またやりたいよね。近々、本当に近々やりたいなと思います。やりたいですけど、次はちょっとコラボもうちょい少なめ。いいじゃん。ツアーもやりたいなと思ってますし、はい、まずはそれぞれ各グループの春からのツアーも迫っていますので、はいはい、ぜひぜひそちらもチェックよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで以上、チーム負けん気でした。4月8日にカシワパルーザで行った公演から I know をご覧いただきました。この日はチーム負けん気成人公演人から向けましたというタイトルで、最年少の新井真奈美さんが昨年11月に20歳になったということで、メンバー全員が成人したのを記念して行われたそうです。もう会場との一体感もすごかったですね。はい、どうでしたか、見てみて。チーム負けん気さんはすごい私大好きで、はい、あのお三方ともあのお会いするとすごい優しくしてくださって、うん、でチーム負けん気さんの無限フライハイっていう曲が私ものすごく大好きで、はい、本当にお三方でライブするのはすごい久しぶりだと思うので、久しぶりにこうチーム負けん気さん皆さんが集まったのを見られてすごく嬉しかったですし、ツアーもやりたいっていう風におっしゃってたので、ね、もう本当にファンとしてはぜひやってほしいなって思いました。ぜひ見に行きたいですね。見に行きたいです、はいはい、もう3年ぶりだったということで日本でのライブが、はいね、これからも楽しみですね、はい、チャオベラチンクエッティの皆さん、吉川優さん、アップアップガールズ括弧仮の皆さん、3組で結成されたチーム負けん気、それぞれの活動はもちろん今後の活動にも注目です。お届けするのはアップカミ独占の映像です。今回はこちらの映像をご覧いただきます。泣けないぜのそれの上っ側、泣けないぜ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 。 OK、 じゃあ、Aメロいってみましょうかね。はい。涙が出ちゃう話題の映画で人の震えなかたる世の中変じゃまさか言えない、心が乾いて日々割れそう、心が乾いて日々割れそう。そんなところで結構バーンって投げちゃう感じかな。はい、うん。涙が出ちゃう話題の映画で人も震えなかたる世の中変じゃまさか言えない、心が乾いて日々割れそう。そうそうそう、そんな感じ、そんな感じ。はいよ、そしたらサビですかね。はい。ゴミな心配し乗れないとそれしテレパシー、誰もわかんないし。後半はすごくいい感じ、うん、やっぱ頭かな、 Going, go、 あの、 go の
ゴー、ゴーインナシンパシー、ゴーインナシンパシー、さあ、さあ、さあ、それぞれ、そんな感じ、はい、そんな感じ。 OK、もう一回行ってみよう、はい、ゴーインナシンパシー、取れないとそんなしテネパシー、誰もわかんないし。OK、歌ったところの相方の方行きましょうか。ゴーインナシンパシー、取れないとそんなし一人一つの人生に一人一つの感情テレパシー誰もわかんないしお尻に嫌になって飛び出してしまったテロリー惜しいね、押し売りに、押し売りに嫌になって、押し売りに嫌になって、はい、そこだけ言ってみようか、はい、押し売りに嫌になって飛び出してしまった、はいよ、では、もっともこの滑舌的に非常に難しいところに入っていますよ。 SP SP、 あなたたちの輪に入れない。 OK SP SP、 私たちの心で頑張れ。そう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 、その感じ。 OK、 もししんどかったら OK OK、 そこでもいいよ。はい、うん、Yes, yes, あなたたちの輪に入れない。Oh yeah. Yes, yes, 私たちの心で。ダメ。はい、ではですね、今歌ってたところの一番最後、ダメとかなっけとかあるやんか、はい、それを普通に言葉で言ってほしいんだよ。な、Yes, yes, 私たちってところで。ダメ。やばー、面白すぎる。イエスピーイエスピー、私たちのところで誰。そうだね、さあ感じはそれでいいねんけど、あのうまくそこをリズム、リズムだけは誰リズムだけ合わせてほしい。はい、誰。オッケー、まあ誰はこれって、あと泣けニュアンス任せるわ。一回やってみようか。はい、はい、SP SP、 オリジナルのショーケーキに泣け。いいね、いいと思います。以上ですね。はい、ありがとうございました。レコーディング終了しました。はい、新曲のレコーディングだったんですけども、この曲はですね、すごくライブでやったら絶対盛り上がるだろうなっていう曲だなって印象を受けてるんですけど、でもこう音域がすごく広い曲なので、低音だったり高音だったりっていうその幅がすごく広いので、アンジュルムにしては珍しい曲なんじゃないかなって思っているので、それぞれのその音域に合ったメンバーが実力を発揮できるいい曲だなっていう風に思ったので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。バイバイ。全然感動号泣、全然酸素早急、全然感動号泣。うん、もう一本ください。はい、全米感動号泣、号泣、うん、全然さっそう早急、全米感動号泣、全然さっそう早急、全米感動号泣。うん、OK。 いつからなの共感なんて言葉で詐欺られて震わすルーニー、世の中じゃない、まさかひねくれ、私の視線の方かもね、の方かもね、ねえ、はい。いつからなの共感なんて言葉で詐欺られて震わすルーニー、世の中じゃない、まさかひねくれ、私の視線の方かもね。 OK。 ヒーロイン重ねてお決まりのエンド、大
誰か私の目熱くして。 OK。 安すぎるシーン、安すぎる、安すぎ、安すぎる、安すぎる、安すぎる心配し、そうなるよな、安すぎるな、これな。聞いた感じだと安すぎる、はい、安すぎるになると思うんだ。安すぎる心、はい、なんだけど、あの気持ち、あの安すぎるっていう、はい、うん、その気持ちはしっかり持っといてください、はい、難しいけど、じゃあそれで、じゃあ1行目、4行目、はい、やってみましょう。安すぎる心配し、それじゃ救われないし、やすぎる心配し、それじゃ救われないし、それじゃ救われないし、それじゃ救われないし、デリカシーなさすぎる平均率、デリカシーなさすぎる平均率、そうそうそう、はい、はい、もう一回行ってみよう。やすぎる心配し、それじゃ救われないし、なさすぎる平均率、あ、だいぶ良くなってきた。なさすぎる、これもちょっと難しいけどな、なさすぎる、うん、デリカシーなさすぎる平均率、はい、デリカシーなさすぎる平均率、お、いいんじゃないの。やさすぎる心配し、それじゃ救われないし、複雑化さ、事前に複雑化さ、感情デリカシーなさすぎる平均率、落とされた気にさえなってはみ出してしまったらロリーロリーなっちゃな、惜しい、ロンリーロンリーロンリー、はい、後半だけいきます、はい、落とされた気にさえなってはみ出してしまったらロリー、 OK。イエシイエシ、あなたたちの輪に入らない、 Oh yeah。 イエシイエシ、オリジナルの衝撃にナッケー、これもナッケー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 、はい、ナッケー、 OK。 それじゃあ今誰誰泣けのとこあるやんか、はい、それを、低い声に誰、そう、本当に歌わなく、歌うって音程つけなくていいから誰、うん、はい、泣け泣け、うん、はい、っていうの。イエスイエス、私たちのところで誰、では次泣け、はい、泣けはもう今の誰ってこうやっぱり多少疑問系やと、はい、泣けは命令系で泣け、そうそうそう、そんな感じです。 OK、 じゃあ以上ですかね、ありがとうございました。レコーディング終わりました。今回の曲はすごくノリノリになれるんですけど、まあ、それに乗りながら歌うっていうのが結構大変で、すごく滑舌なんか重要視するような言葉がつらつらつらっと並んでるんですよ。もうそれを言いながらこうやって乗って歌うのがすごく大変だったんですが、きっとこれを聞いたらノリノリになれると思うので、まあそうなれるように、またライブでパフォーマンスついてもみんなで盛り上げていけたらいいななんて思いました。アンジュルムの泣けないぜ共感詐欺ボーカルレコーディングの映像をご覧いただきました。この泣けないぜ共感詐欺は5月9日に発売されるニューシングルの中の1曲となっています。今回は和田彩香さん、勝田里奈さんのレコーディングの模様をお届けしました。すごく結構高いキーの歌も音もあったんですけど、はい、お二人ともこうさらっと歌っていてかっこいいなって思ったんですけど、私的に和田彩香さんの泣けっていうのをセリフ調に言ってるところがものすごくかっこよくて、私の拳ファクトリーのメンバーの野村みなみちゃんが和田彩香さんのことが大好きなので、はい、今のレコーディング映像を見ながらきっと今頃野村みなみちゃんがニヤニヤしながら見てるんじゃないかなっていうふうに思いながら見ていました。どうでしたか？
一緒にやってるかもしれませんね。そうですね、すごい。あの部分は私も行ってみたいって思うようなすごいかっこいい部分で、さすがだなと思いました、はい。であのやっぱり早口でレンジが広いってなったらすごい難しい曲だったなって思うんですけど、でもこの曲がなんとあのビタースイートにも作詞作曲で提供してくださった山崎葵さんの曲だということで、もうそのイメージがガラリと全然違って、なんか同じ人が作ってるとは思えないようなそんな楽曲だったので、実際にライブで見るのもとても楽しみです。はい、アプカミ独占のレコーディング映像企画、次回もどうぞ楽しみに。ここからは番組が気になった商品をご紹介するコーナーです。今回アプカミで取り上げるのはこちらです。凍らせ焼きプリンカタラーナ。まずは商品のご説明から。今回ご紹介する凍らせ焼きプリンカタラーナは、東広島市にあるイタリアンレストランカスターニャさん自慢のスイーツです。厳選した国内産の生クリームと牛乳、そしてバニラビーンズを原料に湯煎焼きして作ったプリン。その表面を二度焼きのキャラメリゼで覆いながら凍らせていくという、とても手間のかかったこだわりの一品です。濃厚で滑らかな甘みとカソナードと呼ばれるお砂糖の絶妙な苦みが香ばしいハーモニーを生む絶品の味です。しっかり解凍すればプリンとしてお楽しみいただけますが、冷凍庫から出した後解凍されていく過程の食感をアイス感覚でお楽しみいただくのもおすすめです。ということで、こちらに凍らせ焼きプリンカタラーナをご用意しました。おいしそう、ね、もう私たち最初からねこのプリン楽しみにしてたもんね、はい、それでは食べてみたいと思います、はい、いただきます。いただきます。はい、じゃあどうぞどうぞ先に食べちゃってください、いただきます。はい、こちらはですね凍らせてあるアイスの方ではなくてプリンの方です。解凍されてる。はい、いただきます。うん、おいしい。あの、うん、表面のキャラメル、はい、カラメルがシャリシャリするっていうか、うん、なんていうんだろう。でも後味がちょっと大人っぽい感じになって、甘くて美味しいんですけど、後味はちょっと苦味も残って、キャラメリゼのところにほろ苦さを感じる。そう、すごい美味しいね。柔らかくってもう食べやすいんですけど、もちろんこの滑らかさの後にこのキャラメルの苦味、ふわっと鼻に抜けてくんですけど、まさにビタースイートという感じです。すごい美味しい。いや美味しい、嬉しいな。美味しいです、うん。はい、続いてはアイス感覚の、もう凍らせてもう出してきたもうほやほやのものなんですけれども、こちらをいただきたいと思います。はい、じゃあ、はい、いただきましょう。はい、冷たい。あ、冷たい。新食感だって楽しみだね。アイス感覚っていうのがどういうことだと、本当冷凍庫から取り出してきたすぐです。はい、うん、お、どう？さっきは、うん、このカラメルがこうシャリシャリっていうふうにしたんですけど、うん、アイスなんかプリンが凍ってるんじゃなくて、うん、プリンはちゃんとプリンのままこう滑らかな食感はありつつ、うん、はい、でもこうサクサクじゃないな、シャリシャリっていう食感がプリンの中にもあるんですよ。食感が全然違くてすごい面白いです。本当だ、さっきよりももちろんなんかこう滑らかっていうよりは硬さも感じられるんですけど、もうなんかプリンのアイスって初めて食べたかもしれない。確かに新食感で、あ、美味しいです。でもこの二層仕立てな感じは感じますね。はい、すごい、あのキャラメルのシャリシャリ感もそのままに食べられます。とっても美味しいです。すごい甘さもすごいちょうどよくて、うん、なんかライブ終わりとかに食べたら美味しそうだなって思います。本当だ、
クールダウンしてね、はい、このプリンでぜひ皆さんも食べてみてください。この商品は通販サイト e ラインナップモールの産直お取り寄せの日本セレクトのページでご購入いただけます。今後も番組が気になった商品をご紹介していきます。どうぞお楽しみに。お送りしてきましたアプカミ、残念ながらお別れのお時間です。はい、今回ね2人だけで番組をやってきましたけれども、はい、2回目というだけあって、はい、もう私はだいぶ落ち着いて、はい、広瀬ちゃんと MC することができました。ありがとうございます。そうですね、私も前回のアプカミは、はい、長谷川さんと結構あまりお話ししたことがあまりなかった中での MC だったので、うん、すごい緊張してたんですけど、はい、今回は本当にリラックスしてできて、ね、とても楽しかったです、うん、またあの会った瞬間見た目もすごくこう大人っぽくなって、ね、もうすごいあのヘアスタイルも可愛いしなんかこうシャツ着てこうベルトでキュッとね、こうスタイリッシュに決めてる感じとかもすごく似合ってて、ありがとうございます。またね一緒に MC できたらなと思います、はい、ぜひ、はい、その時はよろしくお願いします。よろしくお願いします。そろそろ本当にお別れのお時間です。番組へのメッセージはこちらから。今回のアプカミ、お相手はビタースイートの長谷川萌実と拳ファクトリーの広瀬彩香でした。さようなら。